稲田国種稲田国種から1931年5月26日は徳島藩の筆頭画廊であり、かつ淡路相元城上稲田屋16代当主。維新後は男爵。母は、定住院。幼名は、昭八郎、通称は黒兵。14代当主、東田上野の子として生まれ、15代当主、稲田上重の養子となる。1865年。 やぶ上主芸が亡くなると11歳で家督を継ぐ。徳島藩は砂漠であったのに対して、尊能上位派であったため、早々に新政府軍に基準した。1868年、戸場、伏見の戦いでは、日の御門を主営し、摂津国西の宮に、出兵や高松藩の政党、有栖川の宮たる人と新皇の護衛などの任を務める。しかし、これらの出兵は、 徳島藩西家を得たものでなく、より一層対立を深めることとなる。明治維新後、徳島藩内の内乱である交互事変を契機として、1870年5月には兵庫県貫続となり、10月には新政府より北海道静内軍及び四股担当を賜り、開拓を命じられる。翌年の1871年3月15日に、 一向に開拓が進まない、徳島藩領となっていて、隣接するニーカップ軍を活増されるが、7月の廃藩地権により、立ち藩の給料を除く北海道全体が、北海道開拓市の管轄下となったため、領有権はなくなったが、開拓市願族となり、開拓士の下で、静内の開拓に従事した。明治5年に稲田邸が完成し、1873年、 国職は家族と共に静内に移住した。1877年西南戦争が起こると予備少尉の任を受け、旧家臣と東京に出陣した。1879年陸軍少尉となり、札幌に在勤したため、静内での実務面は弟の国へが行った。1895年に静内の土地や建物は弟の国へに譲って徳島県に引退した。 母書は、相本市の広告寺。1896年6月9日に断尺。1910年に生四位。老いの稲田正職を養子として迎え、1920年2月10日に隠居し、同年3月10日に、小職が断尺を就職した。ありがとうございます。